マルオジリスは、哺乳コネズミメリスカに分類されるジリスの一種。アメリカ合衆国南西部及び、メキシコ北部の砂漠地帯に生息する。メキシコでは、アーディロン・コーラー・レドンダと呼ばれる。アメリカ・カリフォルニア州南東部、ネバダ州南部、アリゾナ州西部、メキシコ・バハ・カリフォルニア州北東部、ソノラ州体長204から278ミリメートル、 お長60から112ミリメートル。体重110から170グラム。尾は、円筒形状で先端が黒く、他のジリスに比べて細い。紐に、模様はなく、均一の砂色をしている。腹部は、白色から、単行色。モハーベジリスよりも体が小さく、方が白色であることで見分けられる。ベルベットメスキートの鞘を食べるマルオジリスメスキートや、 クレオソートブッシュの広がる平坦な砂漠に生息する。主に午前中と午後遅くに活動するが、熱に耐性があり、気温45度でも食べ物を探し回ることができる。冬眠はしないが、メスは9月から3月まで、オスは5月から1月まで、地下の巣穴で過ごし、ドンマ状態になる。妊娠期間は28日間、一度の出産で、平均5.4頭を産む。 生まれた時の体重は3 9ム。生後325日で生成熟する。寿命に関する情報は少ないが、野生で生まれたマルオジリスを飼育した例では約8.9年という記録がある。捕食者には猛禽類、蛇、イタチなどがいる。感高い警戒性を発して敵の接近などの差し迫った危険を仲間に知らせる。群れで生活するが巣穴は共有せず、 他のリスが自分の巣穴に近づきすぎると追い払う。1月から3月の繁殖期の間はオスが支配的になり、3月から4月の子育て期間にはメスが支配的になる。雑食性だが、春は食物の80%を葉や花などの植物が占め、種子や果実が15%、昆虫は5%である。夏は食物のほぼすべてを植物に頼り、 冬は種子を食べる。砂漠では水が不足するため水分が有量の高い食物を選んで食べている。マルオジリスの摂取する食物の平均水分量は80%である。4亜種が確認されている。ありがとうございます。